奈良市の市長の宮本大輔です。4月16日金曜日午後3時現在のお知らせです。第136回目の発信となります。この動画は火曜日と金曜日に発信しております。字幕が出る設定にもできます。見たいところだけ説明欄から選択してみることもできます。コメントを書き込むこともできます。お寄せいただいている皆さん、いつもありがとうございます。はじめにお詫びです。4月15日に配布を予定しておりました広報奈良市の4月15日号につきましては、制作過程上ミスがあり4月15日の配布ができなくなってしまいました。このことにつきまして楽しみにされている皆さん、そして必要とされている皆さん、関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしております。心からお詫び申し上げます。今後二度とこのようなことが起きないように検証しているところです。なお配布につきましては4月22日を予定しております。どうぞよろしくお願いいたします。申し訳ありませんでした。続きまして市内在住者の感染状況についてです。前回発信した日から昨日までの3日間で新規感染者の発表が8人ありました。これで奈良市の市在住者の新規感染者の累計は1001人となりました。で、実際に療養されていらっしゃる感染者の数なんですけども、昨日の発表で26人で、この数字は8人減っている数字です。で、入院中の方、ホテル療養中の方はそれぞれこのような形になっておりまして、で、調整中の方は今現在いらっしゃいません。どこかで必ず療養をしているという状況です。で、ご覧のように累計が1000人を超えております。で、次に千葉県全体の状況ですけども、こちらでございます。千葉県全体は累計につきましては3万1000人を超えました。そして亡くなった方が9人増えております。で、現在の感染者数につきましては減少、減っております。ですが千葉県の状況、いまだに急増段階、感染急増段階ということで、病床の使用率が 24%、 ステージにつきましては上から2番目に厳しいステージ3という状況です。で、千葉県の状況は以上となっております。で、次にこれらの数字を1週間あたり、昨日までの1週間、そして10万人、人口10万人あたりの指標で比較いたしますと、このような形になっています。奈良市の市では昨日までに22人の感染が発表されました。そして10万人あたりに直しますと、奈良市の市は 12.57、千葉県全体が 11.18、 東京都が 26.32 ということで、ご覧の通り前回の動画とは違います。すべて赤い数字になりました。で、この千葉県もですね、今までずっと青い数字だったんですけども、赤い数字になっています。で、折れ線グラフにいたしますと、このような状況です。2月の下旬から来まして、今現在がこの位置、ちょうどこの位置、この縦軸になりますけども、ご覧ください。東京はずっと上がり続けています。そして、奈良市の市、千葉県はずっと今まで下がってきたんですけど、ちょっとこう上を向いて向き始めています。で、このような中で、国がまん延防止等重点措置区域に千葉県を指定いたしました。で、その中で千葉県の中で東京から近い浦安市、市川市、船橋市、そして松戸市、柏市の5市をまん延防止等重点措置区域にしております。で、奈良市の市は船橋市のすぐ隣ということになりますが、今回はその区域には指定されておりません。で、ただし津田沼駅、JR 津田沼駅をはじめ、市境というものは必ずあるわけでありまして、で、JR 津田沼駅は
駅の中に市境が入っている、つまりは北口にしても南口にしてもすぐ近くに船橋があるというようなことの中で、そのいろいろなことについて気を使わなければいけないところがございます。ですが基本的に指定された区域、指定されない区域、もう両方ともやることは同じです。もう増えているのはもう間違いないという状況の中で、とにかく感染拡大予防、これにしっかり努めなければなりません。で、この今回の指定のその背景には客観的なデータ数値というのがあるんですけども、習志野市でも千葉県が発表している数値を54市町村分、このような形でこう常に詳細に読み取って見ているんですけども、習志野市の感染状況につきましては、東京から近い、あるいは人口密度、人口の多さ、いろいろな形で総括的にこう外観いたしますと、標準よりも、大体は標準だろうぐらいだろうと、今のところは、急増しているとか、あるいは激減しているというような状況ということではなくて、下げ止まりでやや上昇というような形であるという形です。ですので、今回の措置の背景というのは、そういう意味では妥当だというふうに感じているところです。ですがすぐ隣が、重点、区域ということで、もう来週あるいは再来週、この感染状況がどうなるかによって、状況は一変するというふうに感じています。ですので、今日ちょうど対策本部会議を行いましたが、本部長指示といたしまして、その準備については開始ということで、いつでもこの措置区域に指定されても即座に動けるように、またもうこれは常日頃の話でありますけども、いつも言っていること、この習志野市の新しい生活様式を守ること、そして、もう食事はもう一人で、で、東京方面への往来を必要最低限にするなど、いろいろな指示を出したところでございます。でまた最近は大阪、特に大阪ではですね、学校内での感染というのが一つトピックスになっています。で習志野市では小学校、中学校、全児童、全生徒分のタブレット端末を備えております。そして、いざというとき、リモート授業という形ができるように、持ち帰ることもできますし、またその Wi-Fi の環境がないお宅に対して、そのモバイル Wi-Fi を配布できる環境も整っています。そのような準備につきまして開始するよう指示したところでございます。でとにかく今回のこの第4波というふうに言われているものにつきましては、常に前回の波の倍という形で言いますと、第3波の1日の最大の発表者数が7900人でしたから、約1日1万6000人ということになろうかというふうに思います。でそのタイミングがいつになるか、これはなるべく遅らせなければいけない、あるいはもっと下げなければいけないというところで、引き続き戦いは続きます。で何が違うかといえば、こうワクチンがこれから接種されるというところでございます。でこのワクチンについて次に説明いたします。でワクチンにつきましてはですね、接種券につきましては4月12日から発送を始めまして、もう高齢者約42,000人、昭和32年4月1日生まれ以前の方に届いているというふうに思います。で、ただこの接種券のこの中身、前回の動画でもお見せしましたが、分かりづらいというご指摘をいただいております。もうこのことにつきましてはもう
率直に、受け止めたいと思います。もうこれも申し訳ないというふうに思っております。でそういうことの中で、予約開始はまだです。予約開始は5月10日で、前回は5月10日頃というふうにお伝えしましたが、この度10月10日月曜日からということで確定いたしました。で接種開始は17日からになりますが、予約開始は5月10日月曜日からです。でその時に接種券必ず必要ですので、紛失しないようにしてください。これから3週間ぐらいありますけど、紛失しないように見えるところに、掲示してください。で冷蔵庫によく貼り付けといてくださいと言いましたが、最近の冷蔵庫は扉にマグネットがつかないんですね。それはどうでもいいんですけど、とにかく見えるところに、つけておくということをぜひお願いいたします。で、予約につきましては医療機関では受け付けておりません。あくまでもコールセンター、LINE、インターネットということになります。医療機関では受け付けておりませんので、これは十分に注意してください。で、詳細につきましては4月22日、遅れてしまっておりますけども、広報ならしの、そして5月1日号、5月15日号、その都度できるだけ詳細に皆さんにお伝えしてまいりたいと考えております。で、この動画自体もですね、この動画を見ていただいている皆さんはもう何回か説明をしてさせていただいているので、ご理解されている方も多いのかなというふうに思いますので、ぜひこの動画も広めていただければというふうに思います。いろんな LINE とかでこう、コピペしていろいろこう拡散していただければ、Twitter でもご案内してるんですけども、でやはりタイムリーなお知らせというのが紙面に限界があったり、スケジュールのことがあってなかなかこうできないでいます。そこら辺、ぜひ、この動画を視聴されている皆さんのご協力を得たいというふうに考えておりますので、何卒よろしくお願いいたします。本日のお知らせは以上となります。この感染症はとにかくマスクをすること、マスクをしていない状態で声を出さないこと、これがもう寛容、もう命というふうにも言っても過言ではありません。でこの今変異株と言われているこのウイルスについては、海外では一部重症化をしやすいというようなことも言われております。ブラジルでは月間の死亡者数が出生者数を上回ったというニュースもありました。そして重症ベッドの中心が高齢者から40代になっているという報道もされておりました。でこれからこのウイルスの部分の強さというのが非常に気がかりなところでありますので、ますます気をつけなければなりません。もうすっかりもういろんな形でご協力いただいているのは重々承知しておりますが、今一度皆さんの中でチェックしていただければというふうに思います。国が提唱する新しい生活様式を習志野市として要約した次の4つのルール、非接触、適距離、計画的、非飛沫、これらを皆さんで普及してください。次回の発信は4月20日火曜日となります。チャンネル登録、そしてこの動画自体のぜひ拡散をぜひともお願いいたします。コンパクトに結束する習志野の総力を挙げて、とにかく移さないためにかからない、そしてマスクを外して声を出さない、食事は一人で、東京方面への往来は必要最低限で、よろしくお願いいたします。